い、どうも、沢田信也です。配信100回突破記念企画、第2弾。で、今回もゲストをお呼びしております。ポッドキャスト番組、谷中銀座前から、アコヤさんとツーさんでございます。よろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。かぶりましたね、二人。まあ、女性の方がアコヤさん。まあ、谷中銀座前のメインパーソナリティの方でございますね。で、つーさんが、まあ、サブパーソナリティ。はい。突然のお話をお受けいただいてありがとうございました。いやね、もう、メジャーな方に誘っていただいて、光栄ですよ。いやもうそんな要所いらないですよ。まあ、じゃあもうこの3人で何を喋るかっていう話なんですけども、オタクって何っていう話をしようと思ってます。でね、なんでその、じゃあ、谷中銀座前のお二人なんかっていう話なんですけども、もうそれはですね、谷中銀座前のですね、27回と、その補足の回を聞いていただければ、まあいいかなと思います。また記事にリンク貼っておくので聞いてください。通さんがね、面白いこと言ってたんですよね、オタクの状況みたいな感じで。それも通さんから言ってもらっていいですか？ああ、はい。妄想をするかどうかっていう話なんですけど。ですね。うん。はい。まあ、アコヤさんがですね、妄想できない人なんでしたっけ？うん。私は有名人と妄想したいの、すごく。うん。それで、ね、はい。妄想しながら寝る前に気持ちよくこう妄想して寝たいなっていう話をしてて、うん、最近できないなっていうことを聞いたんだよね。うん。あ、言ってた。そう。それに対して僕が、妄想できないのっていうところから始まった話なんですよね、確か。うん、で、まあ、妄想できる人間とできない人間っていうのが、ちゃんとなんかこう、何かしらの理由があって区別ができてて、じゃあその区別される、うん、要素って何かっていう話でちょっと、谷中銀座前でお話をしたんですね。そうですね。で、僕がそれを聞いて面白いなって思ったのが、その、妄想、まあ誰もがなんか、妄想は一度ぐらいしたことあると思うんですね。こんな風になればいいなみたいな。なんか都合、なんていうかね、都合のいいシミュレーションかな？はい。で、普通、例えばその妄想する題材は、自分が登場するのであるならば、例えば、好きな異性とか。で、ちょっと延長上に、芸能人とか。ね、ジャニーズの誰々さんとデートしたいとか、いう妄想を、まあ、誰もが一度したことあると思うんですけども、そこでね、なんか、オタクの条件として、オタクはそれを二次元で妄想するだろうっていう。そうですね。そう、有名人とはしないで、二次元の妄想をするらしい。そうなんですよ。僕は、ゼロの使い魔っていうアニメ、一時期すごいハマっててですね、それで。ルイズがとっても好きだったんですけど、はい、それに対する妄想をよくやっていたという話。でね、その妄想の内容ですよ。どんな妄想をしてたんかって話ですよね。そうですね。普通の人は多分、まあ、芸能人で妄想する人とかは多分自分とその芸能人がなんかこうイチャコラするような妄想の仕方をするんじゃないかとは思うんですけど、うんうん、僕だったりとか、あとまあオタクの一部の人とかは、その、ヒロインのルイズっていうことと、僕がじゃなくて、うん、ルイズといい感じになるはずの物語の主人公が、うん、おいちゃこらする妄想をするんですね、うん。だからね、その話を聞いて、なんて言ったらいいかな、すごい僕の中に腑に落ちたんですよ。その、オタクはよく物を知っているとか、そういうなんか測量的な価値観じゃなくて、自分の好きな作品を自分プロデュースでうまい感じにクリエーションしてるわけじゃないですか。そう。話をね。まあ、単刀直入に言うと、エロ同人の話をずっと考えてるわけですよ。自分の。ああ、そう、そういうことだよ。そうそうそう。それってもう典型的なオタクの象徴やなって僕めっちゃ思ったんですね。だってオタクじゃない人はそんなこと思わないはずですからね。そうですね。だから、アコヤさんとかは、まあ、芸能人と妄想することもあるって、まあ、言いましたけど、どんな妄想するんですかって話なんですよ。それは、その私が20代前半ぐらいでしてた妄想、楽しく妄想してたのは、プロレスラーの天山と小島と私、うん、みたいな、どこで出会って、みたいな、うんうん、で、それデートしてとか、うん、で、結局は、にゃんにゃん。
の話。ニャンニャン。想像してたの？え、ニャンニャンまで行くんですか、それは。その話はちょっと聞いてない。別に。だってさ、結局、ま、それはそうだけども、その以前の話がとっても楽しい。うん、そういう妄想を最近してないなぁとは思うんですけど、でも結局はおた、あ、でも自分なんでしょう、私は、うん。あ、いや、それ以前になんか妄想が全然できないっていうのは、昔はしてたけど、今はできないっていうふうに言ってたの。そう、好きな芸能人とか有名人がいないし。あ、そうなんだ。僕はてっきり。でも、その類似以外に好きな人は最近、できたの？ちょっと前にね。ちょっと前。鈴宮春日。キョンキョンって主人公がいるんですけど、なんか一時期性転換春日とかで全員の性別が変わるか一部のキャラクターの性別が変わるかっていうネタがあって、うん、あの男の子の主人公のキョンが女性化する、うん、した時のキョンコってキャラクターが一時期すごい都合に入ってた時があったけど、うん、それぐらいかな。それ以降、でも、妄想はそれ以降もしてるよ。その時、ま、読んでた漫画とかゲームとかね。そうそう。でも、その何、ブームな人がいない状態？うん。それね、その、過去ブームやった人で、今妄想するってのはしないんですか？しないですよね。なんかそこも、ちょっとオタクと、まあ、オタクじゃない人の違いなのかなと思うのが、オタクって時代選ばないよねって思うんですよ。ああ、確かに、そうかもしれない。あ、いつまで経ってもその強固だの。いや、あのね、いつまで経ってもっていうか、その、引き出しがたくさんあるわけですよ。ああ。僕が思うにはね。え、ちなみに沢田さんは何を？古くはね、あの、もう年が年なんであれなんですけど、いつもこれは番組中でも言ってたんですけど、僕の、そのオタクの芽生えは、あの、桂正和のウィングマンやったんですね。わあ、ウィングマン知ってますよ、知ってますよ。で、そこに出てくる、その、青江さんっていうお姉さんキャラがいるんですけど。ああ、青い髪の。そうです、そうです。その、桂正和の描くエロいキャラクターと相まって、すごく色気があったんですね。で、その、そんな絵に対してちょっと恋心を抱いたのが、まあ、オタクのきっかけやと思うんですけど。で、まあ、その頃はまだ小学生だったから、性に関する知識とかもないんですが、何かそれ以降、その二次元の異性キャラクターと、なんか、なんていうんですかね、いい感じになる妄想っていうのはしてた気がするんですよ。おー。それを自分と。でね、そう、そこが問題で、それ僕じゃないんですね。あ、そう、だから、自分が、なんて言うんじゃないかな、恋心を抱いてるんですよ。子供心に、その漫画のキャラクターの女の子可愛いな、っていう恋心を抱いてるんですけど、じゃあ、その女の子と恋を成就するのは誰かっていうと、その作品に登場している主人公なんですよね。で、それってなんか自然とそうなってる、なんかなってるんですよ。説明しにくいな。違和感があるんですよ、僕やったら。いないから、その作品の中で僕が。僕もそれ同じ状況で、うん、僕の中では、そこで自分が登場したら、すごく違和感があるっていうのがまず一つ、かなとは思ってるんですよね。うん、ただ、アクアさんの場合は、アクアさんすごいエヴァが好きなんですけど、特にアスカが好きなんですね。うん、で、アスカで妄想をするんですけど、その場合の妄想は、うん、自分が登場するんですよね、アクアさん。違う、自分がアスカになりたいの。ああ、アスカのポジションが自分っていう。そう。全身も二次元、中に入ってる感じ。でも僕はそれがすごい違和感を感じて、そんなことってありえないよねって思う違和感のせいで妄想するときは、そのなんていうのかな、自然体であってほしいっていう意味で、なんかこう主人公、世界を壊さないで、そう登場するのかなと思ってるんだけど、でも確かによくよく考えたら、なんで自分とヒロインキャラがニャンニャンする想像しないのかってのは若干不思議かな。いやでもね、それは僕の中で明確にあって、僕二次元で表せないからですよ。例えば、その、ウィング、まあ、カツラ・マサカズの漫画に僕が登場するってなった場合、じゃあカツラ・マサカズは僕をどう描くんだっていうのは想像できないんですよね。形としてないから。
想像しにくいんですよね。なんか僕のこの3次元の質感と2次元の頭の中でのイメージの質感って全然違うから、もう違和感がすごいあるんですよね。ああ、じゃあ、でも、理由は一緒かも。僕も結局は、要はその世界に自分が登場し得るわけがなくて、自分を二次元にしようって考えまでは至らなかったけど、はい、自分のこの三次元の体がアニメの中に出てくるわけないじゃない、うん、っていうことで、そもそも自分が登場キャラクターとして出てくることは、ゼロ。うんうんっていう形なんだよ、うん、だからアクヤさんがそのアスカになってなんかちょっとヒーローっぽい感じになりたいのかなっていう想像がそもそもなんていうのかな前提が崩されてるというか、いやだから辛かった、アスカになれない自分が辛かったそのエヴァンゲリオンで仮に妄想するとするならば、僕の中ではシンジ君と誰かの女キャラやと思うんですけど、す確かにシンジ君は僕の求めているエロい行動をきっとするんでしょう、その女性キャラに。けれども、そのシンジ君はあくまでシンジ君のパーソナリティに従った行動でのエロいことなんですよ。そうですね。そうそう。だから、鬼畜なシンジ君とかはないんですよ、そもそもとして。ちゃんと、なんかその、例えばいやらしい話を妄想するんであるならば、なんかすごい熱く語ってるけど、客観的に見たら変な回ですよ。いやいや、ちょっと、どんどんはっちゃけてください。あくまでシンジ君と異性キャラが心を精通し合うとこからスタートするんですよね。多分二人の性格ならばこういう手順を踏むであろう。例えばまあ綾波ならば綾波並みとシンジ君ならばこういう手順を踏んで互いの心を近づけさせていって、まああの思いを遂げていくだろうっていう段階をシチュエーションしていきますよね。そうですね。ってことをしてる人は多いんじゃないかなって思うんですよ、本当。でそれは僕は思ってたけど、これ結構言ったら変やんけって思われるのが嫌やから言わなかったけど、はい。鈴さんの話を番組で聞いた時に、あ、そう、それ思うよと思って。で、引いて考えてみたら、いわゆるエロ老人ってみんなそうやんけって思ったんですよね。そう。自分の妄想を本にしてみんなに提供してるわけですからね。うん、で、まあ中にはその、キャラクターの性格が破綻してて、全然原作とは違う感じもありますけども、はい、基本はなんかそうじゃないのかなっていうね。その、原作に登場しているキャラクターを、まあコマとして見てた場合、自分の好きなようにこう動かしたいっていう。それってオタクじゃないとしないんじゃないかなと思うんですよ。確かにそうですよね。ああ、そうかそうか。でも本当に何恋をしちゃう相手が二次元の人。いやー、恋じゃない。そうですね。話の例えで、まあ、葵さんに恋をしたって言いましたけど、その、二次元に恋をするかしないかっていうのは、ちょっとまた、素養とは違うと思うんですよね。あくまで、その、オタクな、まあ、作品のキャラクターを使って妄想するかどうか。その、ああ、なるほどね。プロデューサー感覚ですよ。そう。だからね、ニャンニャンする前のね、ストーリーもね、すごい長いよ。ああ、わかりますわ、わかりますわ。なんやったら、今日は眠たいなと、妄想することがないなと思ったら、3日ぐらいかけて、完結まで行きますよ。ほんとほんと。僕もね、すごい続くよ。眠りがすぐ眠りに来ちゃうときは続きが急に途切れちゃうわけだから、その続きをまた次の日考えたりもするし、うん、そういう意味では直接的なエロが目的ではないんですよね。そうですね、うん、あくまでそれはその二人の心が結びつき合った結果の話であって、そこが目的であるならば、そんな AV とか見てるしって話なわけですよ。確かに確かに。あ、じゃあ話を考えるのは好きってこと？とはまた違うの。なんだろうな。現実に、厳密に言うと、話じゃなくて、僕的には、ありえなかった if の現実なんですよ。そうですね。わかります？その、ストーリーを考えたわけじゃないですよね。別に漫画、ね、漫画とかとして。ありえなかった if の、if を考えてるんですね。そうそう。そうなんだ。で、なんかこう自分の理想の、なんかほら自分好みのストーリーがまたあったりもするじゃない。その、例えば漫画だったら、その漫画のストーリーがもうその一本しかないけれど、ここは主人公にこういう行動をしてほしくて、かつそれに対して別のヒロインがなんかこうちょっといい感じに惚れちゃったとかだったら、それが自分の好みなわけじゃない。その妄想をしたいし、するかな。私だったらその世界に入りたいと思うんだけど、
入ってどうしたい。だから小さい時なんかは魔法使いが来たらこのキャラクターにしてくださいっていう。ああ、それがだからどうなんだろう、一般人になるのかな。そうだからすごいね、あのそう言えてみようやなと思ったのが、はい、オタクは究極に自分を客観視しているって言われたんですよ。ああ、そうかも。自分がそのキャラクターになりたいっていうのは主観じゃないですか。そうですね。でも僕たちが言ってる妄想ってすごい客観なんですね。うんうんうん。その違いっていうのは大いにあるんじゃないかなと思ってて。なるほど。だからすごい漫画とかアニメとかゲームとか好きだったとしても、妄想を主観でやる人っていうのはある意味オタクじゃなくて、まあ、ね、なんていうかな、まあ芸能人とか好きな先輩とかと都合のいい妄想する延長上にただ単純に漫画のキャラもいるってだけの話で、でもオタクはもう完全にそれをプロデュースする妄想するんじゃないかなっていう僕の持論なんですよね。そうですね。っていうことを言ったら、そのアコヤさんはオタクじゃないから、そこを、わからんって感じになるじゃないですか。で、僕はこの話がわかる人はオタクやと思うんですよ。わかるっていう人は。ああ、なるほど、なるほど。まあ、とか言いながら、結果僕ら二人やったらすごい悲しいですけど。いやいやいや、実はもう三人目がいました。あ、そうなんですか。まあ、このラジオとかは全然知らん、谷中銀座とかも知らないんですけど、はい、ちょっと忘年会で飲んだ先輩がですね、うん、この方声優のオタクでアニメとか詳しくないんですけど、はいはいはい、まあ、彼もやっぱり妄想はしてて、うん、かつ僕と似たような妄想するんですね、うん、でそれで分かる分かるっていう、うん、まあ、声優でもそれは自分を、あ、いや、あ、それはどうだったかなと、ちょっと僕も酔ってたから詳しくは覚えてないんだけどな。まあね、その妄想の形も常に一定じゃないから、それは代わりたまにはその主観してんの妄想もあるでしょうけど、でもやっぱりそのな、盛り上がるのは客観視点のいつも世界なんですよ。そうですね。やっぱりその漫画にしても何にしても物語を持ったものって、まあ主人公がいた生き方の結果が描かれてるわけですけど、まあ、例えばラブ、恋愛漫画、恋愛漫画では逆に妄想しないな。恋愛要素がない漫画で恋愛の妄想するのはあったりするけど。あー、確かに僕もなんか恋愛漫画ってもうあんまり妄想しないのかな。恋愛漫画は漫画の中でそれがもう描かれてしまってるから。そうですよね。バトル漫画とかで出てきている主人公とヒロインとか、で、なんか漫画の中で描かれていない日常生活の中にはこういうことがあったんではないかっていう if の妄想、ストーリーとはかけ離れてるような妄想。そうですね、ある意味あのオフィシャルでも OK やろっていうぐらい範疇でこう妄想するんですよ。崩さないで。そうそうそう、自分オフィシャルを妄想するんですよ。私の中のでもすごい、私の中でオタクっていう定義っていうか、はい、言おうとしてるところは気持ち悪い人かどうかな。それはちょっといろんな人を敵に回すんじゃないかな。だから分からんでもないですけど。そうですけどね。だから私は残念ながら気持ち悪くないなっていう、だからオタクじゃないなって。そのまあその気持ち悪いっていうのはビジュアル的に、それとも性格的に。なんか、なんだろうな、やっぱ熱っぽく話しちゃうような、いうのかな。性格がってこと？でもオタクは、多分ほとんど、全員が全員に当てはまるわけじゃないけど、傾ける情熱が本当に自分のその好きなジャンルに傾けないから、結果的に外見にも影響が出てくるだけであって、多分見た目、いやでもなんか、出てくるものがある。うん、昔ね、その学生時代バイトしてた時に、まあ、コンビニでバイトしてっていうのパートナーがすごいオタクだったんですけど、はい、毎回同じ服を着てくるんですよ。で、お前ええ加減違う服着たら買わへんのっていう話をしたら、そんな金があったらオタクなものに金使うよって言われたんですよ。まあ、それはすごいもっともやなって思って。確かに。要は人間ってね、消費活動をするにあたっては、自分に興味のあるものしかお金払わないですよ。そうですね。ね。お金、興味のないものにお金絶対払わないじゃないですか。オタクの場合はそれが特化してるだけの話なんですね。そうですね。
普通の人はなんかご飯とか服とか旅行とかね、行事ごととか分散してお金使うんでしょうけど、オタクな人はもうそれしか好きじゃないし、それで満足だからそればっかお金使うわけですよ。じゃあパラメーターがあったとしてね、その服とかなんか漫画とかアニメとかパラメーターがあったら、服のポイントがゼロのままなわけですよ。だから同じ格好しかしてこないんですよ。頑張ってるオタクの人も最近はいるけれど、なんかオタクファッションっていうのは感じる。なんか腕の袖が離れている服を着ていた。まあよく昔から言うんだ。まあだから 服の興味ポイントが5ぐらいしかないんだけど。なんかあのケミカルジーンズとかね、ダンガリーシャツとかね、なんかリュックサック背負ってるとかありがちですけど、でも最近はあんまなくないですか？なんか逆に。なんか最近ってどこ行ってもある一定レベルの服を売ってるから、そうです、適当にチョイスしてもそんな著しくダサくはならないじゃないですか。ああ、そうですね。僕が若かりし頃なんて、その、本当、ダイエーとかの服ってすごいダサかったから、おかんがよく買うてくるんですよ。なんかようわからん柄のシャツとかね。で、なんていうかな、やっぱりその知識とか興味がそっち方面にしかないから、はい、服も何交代か分からへんのですよ。で、そうなると、おかんが買うてくる服をそのまま着るしかないんですけど、おかんにセンスがなかったら、センスない服になるから、でもそれがセンスないって分からへんから、普通に着るんですよね。で、中高生の頃って学校行くのは制服じゃないですか。私服は家帰ってからですけど、家帰ってから友達と会わへんから、私服で外に出る機会っていうのはあんまりないから、センス間違ってるんだってことを自覚するときがないんですよね。ああ。だから僕、自分の私服のセンスが変だって気づいたの、大学の時やったからですね。いや、僕もです。あ、そうなんか、一時期すごい変なロックみたいな格好、T シャツ着てたりして。あの時はまだ僕の服のポイントが5ポイントだった。3ポイントぐらいかな。なんかあとオタ臭もした。オタ臭。そのオタ臭がオタクか一般人かの差になるんじゃないの。そうですね。あ、そのオタ臭を分析しましょうよ。何をもってオタ臭というのか。未だにするらしいんですけどね。いやー、前の家、なんか、なんだろう、学生時代だったのかな。なんか本当に家にずっといるから、うん、窓もずっと開けないし、うん、それ本当になんか直接来た匂いの話？匂いもさ、あ、そうなの？あ、まあ、感覚の臭じゃないんだ。匂いじゃないくの？ってこと？うん、なんかこう、オタクっぽいっていう意味での感覚。オタ臭、オタ臭じゃなくて、現実の匂いの話。ショックだな。うん、でもまあ。いますよね、オタクっぽい人はすぐ分かる。私すごい確かに、なんで空気みたいなので分かる、うん、だから本当ね、その知識量とかその愛情とかではなく、同じカテゴリーの人間だなっていうのは街歩いてても分かるじゃないですか。なんかますね。で、絶対なんそのおしゃれとかじゃないんですよ、それって。はい、もう雰囲気なんですよ。おしゃれにしてても分かるやつ分かるんですよ。確かに。なんでだろうね。なんか直感的に分かっちゃうんだよね。もうスタンド使いみたいな感じでね、なんかこう感じ合うんですけど。だって、ダサくてもオタクじゃない人いますからね。いますよね。ファッションとしてダサくてもオタク、全然オタクじゃない人いますから。だから、なんかファッションでは判別できないはずなんですよ。そういう意味では。確かに。なんか動きとかでもね、確かに動きとか癖もちょっとあるのかな。俺ね、めっちゃ恥ずかしいことに思い出したのが、はい、学生時代に立ち方が漫画っぽいって言ってたんですよ。なんか漫画のキャラクターって なんて言うんですかね、なんとか立ちとか、なんか独特の立ち方するじゃないですか。普通に直立で立たないでしょ、地面に立ってる時って。なんとか立ちってきたらジョジョ立ちしか思い浮かばないんですけどね。よくガイナックスの意味でガイナ立ちとかあるじゃないですか。なんか見栄を切るようなポーズで立つような感じ、かっこよく見えるポーズで立つような感じ、あれをもっと緩和させたような感じで普通に立ってるんじゃない立ち方してるねって言われて、すごいショックやった覚えがあるんですよ。それは普通に立ってるつもりだったんですか？自分ではね。でもなんか多分そういうのをかっこいいって刷り込まれてたんでしょうね、当時。なんかアニメか漫画を見て、なんか
漫画とかでもアニメでもそうですけど、なんかこう、なんだととか言ってる時のポーズって、普段ありえへんポーズするじゃないですか。その絵としてかっこいいポーズを撮ってるじゃないですか、キャラクターが。そうですね。でもあれを現実にやったら変じゃないですか。そうです。だから、漫画の中のことを現実でやってしまうと、オタクなのは確実じゃないですか。そうですね。でも、きっとやりたいんでしょ、そのオタク。それはでもみんなね、中二病と言われる病気で、要は中学2年生あたりみんなやってるんじゃない？今のオタクたちは。だから、その時は、自分ではそんなに、なんていうのかな、あくまでそれを真似したい一心でやってたけど、次第にそれが根付いて、そのなんかアニメみたいな立ち方してるねっていうとランクまで成長していったのかな。なんかね、かっこいいとか可愛いとか綺麗の基準がなんか漫画基準なので、そこで人とずれてしまうっていうのはあったと思うんですよ。なんかね、僕ね、頭から血流すのかっこいいと思ってたんですよ。流してたんですか？いや、流してはないですけど、なんていうかな、よく格闘漫画とかって血流しながら戦ってるじゃないですか。あれがすごいかっこいいなって思ってて。包帯はちょっと憧れたかな。あ、包帯ね。うん。頭に包帯っていうのはちょっとかっこいいな。ショコタン。中川翔子さんも、あれなんか血を流してる姿が好きだ。すごい好きだみたいな。あの、グソッって言って口から血出すとか、かっこいいって思ってたから。でもあれ実際、そんな状況って内臓破裂の時やから、あかんあかんと思うんですけど。もうダメ。そうそうそう。なんかね、チーポイントかな。打撲とかじゃなくて、血を流すっていう。なんかそういう漫画の中の表現がかっこいいって思ってたから、実際にそうなったとしたらかっこいいかなっていうのはありました。なんか僕はそんなになんかのモノマネだったりとかをしてたかなってわかんないな。なんかあったかな。でもそれは芸能人とか有名人に憧れる感覚と一緒？今の人たちが AKB の踊りを踊る感じで、じゃあなんかポニーテールが流行ったポニー。でも芸能人に対して憧れて真似をするのはファッション的なものじゃないですか。あ、でも漫画とかアニメとかって表現ってあるんですよ。そこで、ね、変な仕草になってたのは。ああ、矛盾が生じるかな。だから知らない人から見るとおかしいってなるんですよね。ああ。でも最近その境界線も若干曖昧になってきてますよね。なんか。そうなんですか。最近は知らないですけど。最近っていうわけでもないですけど、なんですかね。何があるかな。甘えん坊さんでもどっちかって言ったら、ああ、でもオタクの中から、そう、今は。で、絶対領域も、まあ、やらなきゃ、あるにはやるけど、ここ最近当たり前のようにその言葉が使われて、しかも普通にやる人が多いのはここ最近。で、軽音でゆいちゃんがなんか黒のタイツ入ってるので、流行っ、あれはでもゆいちゃんのせいかは。ああ、そうだね。なんか猫耳フードみたいなパーカーも流行ったね。でも、なんか、オタクたちが、まあ、二次元世界を模して、マニをして楽しんでたのを、ある意味、またそんなことして、つって、笑いながらやってたら意外としっくりきた流れになってると思うんですよ。そう。まあ、流れが、そう、確かに。うん、だって、メイドカフェとかって、あんなん、ありえへんじゃないですか、当時。そう。なんでメイドなんていう話やけど、今となっては、可愛いコスチュームプレイの一環でメイド当然になってるじゃないですか。そうですね。だから普通の人も着てみたら意外と可愛かったみたいな感じになってると思うんですよ。メイド喫茶、未だに僕は矛盾を感じてるから行かないんですよ。何の矛盾を？なんなのかな。メイドさんは、なんだろう、あんなんじゃないと。僕もね、興味本位で一回だけ行ったことあるんですけど、はい、まず、メイドが使えるには内装がしょぼいって思って、はい、もうやめてしまったんですよ。なるほど。で、厨房で料理作ってるのがめっちゃヒップホップみたいな格好のやつやって、いやいや、お前はメイドを使えないと思って、そこでなんか違和感を感じて行かなくなってしまいましたね。メイド喫茶やったら流行るのかもしれない。逆にそこはもうテーマパーク的に
広がるんじゃないかなと思うけど、まあ、多分それをするにはお金がすごくかかるからやらないって話なんかなと思って。だからなんか、なんやろな、テーマパークとしては、非日常としては中途やなっていうのがあったんで。ああ、なるほど。なんかちょっと文化祭のノリ的な。そうあれもでも楽しいかなと思ったんで。私も一回だけ行ったけども、なんかオタク、その、メイドさん目当てに来てる男の人たちが、すごいメイドさんになりなりしくって、私は、こういうオタクは好きじゃない。なんか慣れ慣れ好き。私はオタクの人がすごい好きなんですけど、あれは違う。いやでもね、あれはね、僕今でこそね、まあ、その結婚もしてるからあれなんですけど、中高当時って本当に女性と縁がない生活をしていたから、わかんないですよ、接し方が女性と。ああ、そういうこと。で、その状態で、なんやろな、その、ちょっと自分を受け入れてくれそうな女性が現れると、一気に距離感詰めた気になって、ちょっと偉そうにしてしまうっていうのはありましたけどね、当時。それだ。なんかチェキで撮ったの、いっぱい持ってたりして。なんかね、その、当時僕、中高生の僕にしても、なんか、女性とザックバランに和気あいあいと会話してるっていうのはすごい憧れやったんですよ。ああ、その僕もだ。でも私は女子校だったから逆にそういうのも憧れてたけど。で、本当ならば、ザックバランに和気あいあいと会話するまでには家庭をすごい踏まなくちゃいけないじゃないですか。まず友達として心を許してもらうとか、なんか価値観を共有するとか、いろんなステップがあるんですけど、はい、メイド喫茶とか行くとそこのステップ全部飛ばして、自分のプライベートゾーンに入ってきてくれるじゃないですか。はい。じゃあもうなんか、昔からの連れみたいな感覚で喋ってまいりますよね、なんか。で、かつ、なんか、問題発言かもしれないけど、なんか男尊女卑みたいな価値観があったんですよね、なんか。男をかっこよくないとダメとか。その感覚からなんか偉そぶってたっていうのはすごいあるんですよね、今思い返すと。メイド喫茶の場合はあれかな、ご主人様だ。そう、特にそう言われるから、そういう振る舞いになっちゃうんかなっていうのはあるんですけど。じゃあ普段は、あのノリはありえない。ありえない。だから、彼らは彼らなりにあの場所での振る舞いだとは思うんですよね。まあ、中には逸脱してしまった人は、プライベートでもおかしな人もいるんでしょうけど、まあどっちかというとそっちの方がアレだと思いたいので。単純にあれ、あの振る舞いは本当に女性に対する接し方がわからんっていうことなのかなと思ったんですけど、ね、それだ。キャバクラみたいなああいうとこには行けないけど、ああいうとこは行きやすいしね。もう逆に言うとオタクじゃなくても、キャバ嬢とかに偉そうにしてるサラリーマンとかめっちゃいますし、あーバーとかスナックとかで、なんか女性店員に偉そうに命令してるおっさんとかいますからね。一緒だってこと。なんかその従順な女性を見ると、偉そぶってしまうんじゃないんですか、やっぱり。あー、女性に不慣れな、男の人は。まあ、女性に不慣れじゃなくてもそうなってしまうんじゃないですか。悲しいかな。なるほど、まあ。僕は控えめな性格だから、そこは若干わからん。だから控えめな子も絶対言いますよ、そんなメイドカフェとか言ってもね。ちゃんと礼節をわきまえたお客さんもきっといるでしょう。ただ、目立たないから。やっぱ目立つのは、まあ、無礼な態度をとってる方でしょうから。アクアさんはそっちに目が行っちゃうから。だからもう、その人に目を行った、その裏側をもし見たら、彼は違うっていう人がいるかもしれないですよ。全然大丈夫だよ、私と。でもここで言うね、オタクって何オタクを指してるんですか、そもそも。僕は、もうほんとその、なんていうのかな、アニメとかゲームが好きなオタク、うん、もう今、世間的にもオタクって呼ばれる部類の人って比較的、うん、そのアニメとかゲームとか漫画とかが好きな人指して言ってる感じなんで、うん、そうですね。そういうつもりで話してますけどね。むしろ、なんて言うんでしょう、この鉄道オタクとか、そういうアニメとかゲーム以外のものを含めちゃうと、今のものは当てはまらないことも多くて。そうですね。そうやな。漫画とゲームって一緒くたじゃないですか、結構。そうですね。漫画アニメゲームか。
そうですか。漫画でも微妙に違うやつおるしな。なんかビッグコミック系が好きとか。ああ。漫画オタでも好き系が好きみたいな感じになるとちょっと違ってくるんでしょうけど。萌え系と、なんかそのちょっと大人向けの、うん、なんていうのかな。劇画タッチじゃないけど。青年誌の方面の漫画しか集めないやつとかね。さらに僕の中でのオタクはどっちかって言ったら、その萌え系に比較的特化まで行かなくても偏ってる人たちのオタクになるのかな、ね、少なくとも僕が若かりし頃オタクと蔑まれてた時は、はい。もう要はそうですよ。都合のいい世界を好きなやつっていうことで、はい。蔑まれてましたからね。都合がいい。それは、結局そのアニメの中で物語が進展して、いかに主人公たちが危機になろうとも、最終的には都合よく完結するよねっていう。それを好むのがオタク。そうですね。だから、よく逃げ込んでいるとか言われましたから。現実逃避とか。いやいや、逃げ込んでるわけじゃないよ、そう。違う違うよって思いましたけど、そういうレッテルをすごい貼られてた時期があったわけですよ。それはなんか他のものに興味を持たずに、自分の好きなものだけにこう興味持っちゃうっていうことに対して蔑んでる。いや、それだったら例えばサッカーばっかりやってる人だって蔑まれてもおかしくないんだよ。だからその対象がアニメやゲームだったっていうことが、なんとなくね、まあ理由は想像はつくんですけども、実感としては湧かないなっていうのがあって、確かにそのサッカーとか役に打ち込んでるやつと、漫画ゲームとかアニメに打ち込んでるやつと何か違うんだ、打ち込み方は一緒じゃないかと思うんですけども、はい、それを違うって言われるのも分かる気がするんですよ。そうですね。なぜじゃあ違うって言われるのかってなった時の理由がいまいち分からへんなって思うんですけども、そこってすごい感覚で分けてるじゃないですか。ただ僕が思うには、その、他人が作ったもので楽しんでるっていうのがそう思わせる原因なのかなっていうのがあって。自分の力は全く関係ない。ただそうなってくると映画もそうやんけって思うんですけど、映画オタクはそんな蔑まれないんですよ。そうですよね。だからその理由はあまり、まあ違うって言い方もあれですけど、比較的当てはまらないというか、オタクっていうジャンル、分類には要素にはならない。そうなんですよ。で、それを考えるとその違いなんだって言ったら、二次元か三次元かってことなのかなって思うんですけど。実際にいる人間でその作品を作っているのかいない、架空の絵でそれを作っているのかっていう違いなのかなって。それで妄想が引っかかってきたわけですね。そう。で、そこでそんなありもしない架空の絵で妄想するから、そういうやつはオタクだっていうことなのかなって思うんですけど。そうか。だからオタクじゃない人は絵で妄想しないんじゃないですか、結局。はいはい。でもなんかオタクの人がこうゲームを作って、何でしたっけ、ワープのイーノさんでしたっけ、なんか、はいはい、あのぐらいの時ってなんかかっこよくないかっていうのがあった気がするんですけどね。んかっこいいっていうのは、うん、ああいうゲーム作る人たちって、あ、それはね、クリエイターやからですよ。あ、そうですか。それ他人のもので楽しんでるんじゃなくて自分で生み出しているからですよ。そうか。何にも作らずにこう与えられたものをバックにやってるから、うん、ちょっとねっていう。なそこがまあ後ろ向きに捉えられてたのかなって想像しますけど。結局は遊んでるだけじゃんみたいな。そうで、結局それだけっていうのがまたよからぬイメージを与えることになったのかなと。そこで仮にそういうのもしつつも、なんかギター打ち込んでますとか、なんか勉強できるとか、なんか他の要素もプラスであったらよかったんでしょうけど、本当にそれだけだったので僕は偏っている子っていう。でも別にね、趣味の人
や、何が何か好きで集めてたりするだけでもよかったんでしょ。アニメとか漫画じゃなくても、うん、なんかいいわけでしょ。オタクは？うん、オタクじゃなくて、なんていうの？何が好き？切手が好き。でも多分漫画、ゲーム、アニメが好きで切手も好きやったらあんまりプラスにならへんかと。なんか違う、それはプラスならないですよね。なんかその肉体的なものとか。わかりやすい文化的なものであったのならば、払拭できたのかなっていう感じはしますけど。難しい。そうなんです。結局のところは、お前ら雰囲気で差別してるよなって俺はすごい思ってましたけど。これ、まあよく言うじゃないですか。かっこイケメンに限るっていう、ね。ああ、あります。これ見た目かっこよかったら何も言われてなかったよねって思いますもん。結局、その、やってる行為がどうのじゃなくて、お前ら人見て言ってるよなって。すんげえ喧嘩強そうなやつやったら何も言われてなかったはずなんですよ。あまあね、だからそのオタクの定義って言い始めるとすごい難しくなってくるじゃないですか、本当に。で、これはもういろんな人が言ってるし、結論は出てないと思うんですけど、やっぱその中で僕が分かりやすかったのは、二次元で妄想するっていうね、エロに妄想するっていう。僕はでも、なんていうのかな、オタクの人が、最終的に持つ能力、最終的っていうあれはないけど、その生きていく中で勝手に持つ能力の一つなだけであって、うん、妄想できるイコールオタクとは考えたことはなかったですね。ああ、結果としてそれはしているけれども、はい、その能力を持ち得たし、多分オタクの人は全員持ってるだけだと思うんですよ。まあでもそんなくれたら同人誌買い漁ってる人はもしかしたら妄想ができないから他の人の妄想に乗っかってるだけなのかもしれない。ああ、そこ知りたいな。そこ誰かもう一人そういう人がいればいいんですけどね。まあ、もしかしたら単純に自分の好きなやっぱり妄想があってその妄想をしてる人を探してるだけなのかもしれない。ああ、そう言われると妄想するという行為自体は単なる能力の能力でしかない。オタク、まあオタクだけじゃないですけど、比較的オタクが持ち得る能力の一つであって、イコールにはならないのかなと思います。なるほど。まあ、わからないですけど、まあさ、実際はどうなのかわからないですけど、いろいろな考え方ができますからね。ただ、でもその同人誌を見たときに、うん、その、あ、それもあるな、とか言って、うん、自分の妄想に加えたりするんじゃないか。まあ、もう、あることはあるよね。その流れもありか。だから、それを、なんだろうな、するために集めてる人もいるわけだよね。まあ、だから、結局は、まあ、沢田さんが、納得してくれるかは分からないですけど、まあ、妄想イコールオタクにはならないかなとは思うんですけど、まあ、妄想その二次元で妄想してるっていうのは確実にオタクではあるけれども、そうですね、そうじゃないやつもいるっていうことですね。そうですね、妄想できない人もいるっていうことですか。だから他の普通の人から見たらアニメやゲームをある一定量、異常な量を摂取している人間がオタクだと思われてるわけでしょ。でもそれも分かりやすい一例でしかないですよね。あ、そうですよね。コレクター、オタクっていう言葉はコレクターも包括するじゃないですか、なんか知らんけど。はい、昔は集めてるだけの人は単なるコレクターでしたけど。そうね。でも、例えば、あ、なんだろうな。コレクターなり、まあアニメやゲームを見る人なり何でもいいけど、例えば僕がアニメがすごい好きですと言って、じゃあその好きなアニメがジブリですってなったら、それはオタクじゃないんだよね。あはははは。かっこジブリに限るですよ、そんな。そう。とか美容師さんに言われて何の漫画読むんですかって聞いたらワンピースとか言われた時点で、
そう、ワンピースはオタクじゃない、ワンピース好きな人は。それは単にメジャーかマイナーかっていう話じゃないですか。いやー、それを言ってしまうと、じゃあエヴァはメジャーですよね。もう比較、ほんと世間に知られてるアニメですけど、じゃあエヴァ好きはオタクの部類に入りませんか。あれはマイナーが結果メジャーになったってだけの話でやってます。メジャーから出発してたわけじゃないと思うんですよね。あ、なるほど。マイナーの思い入れがあまりにも強すぎたから、メジャーの領域まで侵食した結果やと思うんですよ。でも宮崎アニメとかってもうメジャーから発信してるじゃないですか。はい、俺メジャーやし、みたいな顔で作ってると思うんですね、最初から。ワンピース好きで、不女子ちゃんとかだったら、エースと、それはもうオタクですわな。まあ、不女子というジャンルのですわな。それを言っちゃうと、じゃあ妄想の力はやっぱりイコール。そうですね。それはもうだって妄想してるわけでしょ、かけるで。そう、なんか急にやっぱりオタク。でも妄想力ってオタクの素養の一つじゃないんですか、やっぱり。まあ、そうそうそう。まあ、条件にはならないかもしれないけど、やっぱ素養の一つでは。ああ、そうかそうか。あるでしょうね。妄想できる人はオタクになりやすい。妄想できる人はもう確実にオタクでしょうな。あ、まあそうそうです。それはもう言えるのは。それは最初の方でも言ってましたもんね。そこはもう外れないですね。妄想できる人はもう確実にオタクです。妄想してる人が、いや、俺オタクじゃないって言っても、説得力に欠けるわけですよ。なるほど。なんか確かにこれっていう答えがない分すごい難しいな。まあね、まあ。こんな感じじゃないかな、みたいなのがあればよかった。まあね、でも、腹から答えを出すことは求めてないので。まあ、はい。まあ今出てる答えは何かっていうと、まあ二次元で妄想するやつは確実のオタク。確実ですね。あと、見た目で選ばれるのは仕方がないってことですよ。はい。こればっかりは。そう、だからオタクじゃないけど、見た目のせいでオタクと思われてる人もきっといるはずですよ、世の中には。でも私は一個思い出したのが、大学生になっても、中高の時と同じメガネしてる人は、だから。だから女性から見たその判断基準は、ファッションっていうすごい分かりやすいものじゃないですか。ああ、はい。やっぱりその、ファッションって娯楽なのかな？娯楽ではないよね。何やろ？でも、楽しいものだから。うん、なんかその、まあ、要は成長とともに自分を着飾るっていう文化を知らないまま育った大人は、ちょっと違った道の悩んでるんだろうなっていう。まあ、そうそうですね。で、その割合として、オタクが多いってことだと思うんですけど。だからよくあの昔一時期脱オタファッションっていうのが、脱オタファッションっていうのが流行って、とりあえずこれ着ときゃ安心みたいな、OK っていうのがあったけど、要はあれは、厳密にはオタクを脱出するのではなくて、オタクに見られることを脱出するファッションじゃないですか。そうですね。その先、だいぶ、ね、最初の方に俺が言ったように、自分のファッションセンスが悪いかどうかなんかわからへん。それが、私服で外に出て初めて、わかったっていう時に、あ、こいつ着飾るっていう文化をちゃんと教えてもらってないなとか、まだね、友達同士で話し合ってなかったんだなとか、あー、全く話さないのかな、そういう、いや、もしくは周りもそうだと、そうそうそう、周りもオタクだと、そうそうそう、自分はそれが普通だと思っちゃうから、文化が入ってくる窓口がないわけですよ。単純にその本、デカルチャー。情報がなかった。でもね、それ、ちょっと思ったのが、この前なんか、バス乗ったら、口紅ごっつ塗り方してる女の人がおって、で、あれって単純にその口紅の塗り方を知らないんだなって思ったんですよ。ああ、そうですね。で、普通その女の子とかならば、まあ、中高で思春期に入るときに、きっとそういう情報を話し合い出すやと思うんですよ。こういうのおしゃれよね、こういうのかわいいよね、つって。で、そこから自然発生的に、なんとなく自分で覚えていったりするんですけど、そこのきっかけがなかった場合、こういう風になるのかなって思ったんですよね。そう、そうですね。そうでしょうね。で、そのきっかけが作れなかったコミュニティに属してたんだってなった場合、要はそのコミュニティの人全員そうやと思うんですよ、きっと。で、なぜならば、そういう情報で盛り上がる以外に盛り上がってたものがあったからやと思うんですよね。それが、
で、それはそれで私すごいすごい楽しかったんだろうなって思うし、実際楽しそう。いや楽しいよ、だって自分の楽しいことやるのそのコミュニティの中でやってるとか。そうね。じゃあ脱オタファッションなんてやんなきゃいいね。でもその頃、その時はオタクが蔑まれていた時代だったから。ちょっとね、電車オタク、男。あ、そうか、電車男で少しそれが払拭されたのかな。脱オタの方が後だったかな。後か。あ、でも電車オタ、電車男か、電車男が出たことがあって、はい、よくわからなかったオタクにすごいパーソナリティが与えられて、存在として認められるようになったっていうのあるかもしれないですね。そうですよね。あの時から急になんかオタクのイメージがね、イメージが、そうそうそう。こいつらも普通の人なんだっていう認識が払拭、うん、払拭で、そういう認識やっと持たれたっていう。なんか応援したくなるような感じのドラマと映画だったかなっていう。みんなもテレビに泣かされすぎやろ。でさらに今の今まで時間が重なって、だんだんオタクのイメージが緩和されてきたというか、出だしのスタートが悪かったその印象が変わってきて、今少しなんかすごい世間がもうオタク寄りになってきたから。でも逆にオタクの人たちにしてみたら、世間がこんなにオタク寄りになることがつまんなくないのかなって。中には嫌う人もいますよ、ね。自分の聖域に入ってきやがって的な嫌い方をする人もいるし、やっぱりその本質は、あの作品に対する愛やったりするんですけど、その本質にたどり着く前の表面上で盛り上がりやがってみたいな嫌さとか。で、一番僕も露骨に嫌やなと思うのが、沢田くん、なんとかって流行ってるんだってっていう配慮されると、いやもうそもそも知る気ないよねって。なんか話題になってるから知っとこうかっていう、その感覚嫌いと思うんですよ。だって、本当に興味があるならば、調べるじゃないですか、今の時代って。そうですよね。すぐに調べられます。そう。それをせずに人から軽く聞こうっていう時点で、そんな興味ないってことじゃないですか。それをあからさまに見せられると、いや、ちょっと嫌って。なんとか、まさにググレカスなんですよ。なんとかっていう言葉で検索したらたくさん出てきますよっていう。でも私は、あの、マドカマギカとか流行ってるってなったら、ちょっと通算見せてよみたいになって、見せてもらって、結局、みんなのこうお祭り騒ぎに、なんか、乗れなくてしょんぼりする感じ。それが通さんじゃなければその人嫌がってる。そう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 、そう思います。うん。あ、それで思い出したってかふと思ったのが、逆のパターンで、僕サッカー全然興味ないんですね。はい。でもワールドカップの時で盛り上がる典型的なにわかなんですよ。でワールドカップがあった時に、会社の同僚のサッカーファンにどこが強いって聞いたら、すごい嫌がられるっていう。その、なんつうの、要はその、サッカーチームなんてここそれぞれ特徴があるから、一概にどこが一番っていう話じゃないって話じゃないですか。それを単純に何も知らずに、どこのチームが強いのって、聞くその無知さに腹が立つみたいなんですね。で、そこを一から説明しようと思う。全部説明せなあかんわけじゃないですか。はい。もうそういうのを瞬間的に感じてうざって思われるみたいなんですよ。僕今ちょっとそれ聞いてて思ったのが、サッカーでも、まあ、さっきのアニメの話でもそうですけど、さっきのちょっとオタクに、オタクかそうじゃないかの話にちょっと戻りますけど、そこでサッカー、ここ自分の好きなチームはここだから、ここが強いんだよって言える人はオタクじゃないですかね。ああ、明確な主張をバンと出せる人っていう。はい。ああ、確かにそうかもね。そこで、知る気ないとかから説明するのめんどくさいってなる人は、それって、意外と好きだけど、深く好きな人かなって思う。本当にそれが好きなら、勧めるし。
あ、なるほどね。確かにそれをアニメとか漫画に置き換えると興味持たれたら必要以上に喋る。そう。あ、そうかも。私はいいっていうのに進めてきたりするかもしれない。すごい進めるもんね。それね、よくやってしまう間違いなんですけど、はい、興味を持たれたら、興味を持たれたらこっちとしては嬉しいから、はい、この限られた時間の中でどれほどすごいかってことを伝えたくて、めっちゃ早口になったり、うん、情報量を詰め込みすぎたりして、逆に嫌がられるっていう。熱くやられるなと。なんかツーさんの勧める漫画なんだっけ、ちはやふるとマルドックスクランブル、あれは面白いよってずっと言われるからもう本当に読まないと説明をしないじゃない、面白いから読む、そう言わないといいと思うそうか、この辺はだからきっとまあオタクのっていう理由ではないですけど、またオタクの要素の一つかなとは、まあ情熱が強すぎるっていう話をしてますけど、聞く方からすると、あ、これ面白いから読んでみたらぐらいでいいのにっていう話ですよね。まあ、だって厳密に言うたら、その作品を好むか好まへんかっていうのは、その人が触れた結果、その人の自由やから、そこでこっち進める側が押し付ける必要はないんですけど、一緒の価値観を共有したいから、押し付けちゃうっていう、分かってよ、分かってよっていう。だから僕もよく漫画とか人に貸して面白いから読んでって、本当はそこで何が面白いかって語りたいけど、そこは醍醐味だから言わないんですね。読んでよって貸すと、で、はい、読んだかな読んだかなと思って、はい、読んだって聞いたら山田って言われたらちょっと腹が立ったりするんですけど、読めよ早くって思うんですけど、読んだかな読んだかなと思って、読んだって聞いて、あ、読んだ読んだって思って、どうやったって聞いた時に、いや、普通って言われたらめっちゃ腹立つんですよ。だから、その、要は、一緒の価値観を持ちたいっていう話じゃないですか。この感動を、この面白さをっていう。その押し付けが強いのはオタクっていう感じはしますけどね。そうですね。成長途中で持つ修正の一つでしかない、オタクかどうかの判断にはならない、オタクかどうかの判断にならないですけど、そういうやつはオタクなのは確実ってことですやはりやはりその自分がオタクだっていう、こう自覚症状は、いやでもそこは単純に僕はオタクに属してるとは思いますけど、その情報量、知識量とか熱の深さっていうのを見た場合に、ネット上にはより僕よりも強い思い入れのある方っていうのは多いから、そういう方と比べられると一緒の土壌では立てないなって思うだけの話ですよ。自分はオタクじゃないとは思ってないですけど、一緒一緒、比較対象で見た場合オタクじゃないよなっていうことですね。だから大手を振っても私はオタクですっては言えない、そうって言うと、もっとすごい人からなめんなっていう攻撃をされたくないっていう、お前この話知らないのにオタクとか言っちゃってんのって言われちゃうから、言われないかもしれないけど、まあ、じゃあ言われないかもしれないですけど、言われたことを想定するといい、主張できないですよね、そこ。そう。なぜなら僕もオタクには嫌われたくないからですよ。なんかそういう社会があるようにちょっと今見えてきたんですけどね。社会が、オタク社会。厳しい、こう、なんか約束があるのかなみたいな。上下関係がいい。上下関係じゃない。いやでも、なんやろね、なんか、なんとか歴みたいなのはありますよね。なんかそのものに長く触れてて、歴史知ってる人はある意味重鎮みたいな雰囲気。でも私の中では、結構、鉄道オタクって、結構立派なオタクだなと思ってて、なんだろう。こう、みんなが何と言おうが、恥ずかしくないですっていうのって素晴らしいオタクだなと。あ、そこね、やっぱなんていうか、オタクの人に言われても大丈夫、僕は大丈夫っていう人は立派なんだろうね。でそれは膨大な知識量を持ってるから、その人オタクだって誇れる。誇れるのか。膨大。でも、鉄道の人はさ、そのオタクだって思ってなくても、うん、結構できるでしょ。
人には、あの撮影とか恥ずかしさはないでしょ。なんかホームレスになりたての人ってちょっと恥ずかしさがあるっていうでしょそれと一緒でなっちゃうと恥ずかしさがなくなるのかな。多分ね、なんかみんな漫画とかお家でやるけどさ、外でやるもんじゃない、鉄道の人って、うん、それあみんなじゃだから結構誇りがあるのかなって思っちゃう。漫画買う、あそっかね、漫画を読むのは確かに家だけど買うのは外でしょ目的に、目的のために行動するっていう意味では一緒なわけですよ。ああそう、電車見に行くとか漫画買いに行くっていう意味だよね。でも鉄道オタクのなりかけの時は、じゃあ逆にオタクはなりかけの時は恥ずかしくないと思うんですよね。え？熱中してるから、うん、それが好きで好きでたまらなくて衝動が先に来て行動するから自分を顧みないんですよ。でもその世界に没入してしまってしばらく時間が経ってふって立ち止まった時に、俺って人と違うことしてないって思った時に、なんかこう罪悪感みたいなものを感じるんじゃないかなって。いやーでも私はそういうのがちょっと羨ましいと思う。なんか考えすぎちゃって私は行動できなかったりするから、オタクの人のそのやっちゃってからの恥ずかしいとかはいいな、情熱が足りてない、足りてないよ。いやでも、ね、あっ過ぎちゃう。でもそれを言われてしまうと僕もそうですからね。そこまでじゃあ情熱あるかって言われたらあんまないからね。だから漫画とかアニメのキャラクター名覚えないとかね。ああそう。え、でも若い頃はあったんじゃないですか。あ、確かに、まあ中高生の頃は設定を逐一覚えてたりしましたけど、それってもう年のせい？そこに興味を持てなくなったってだけの話。そう。でもなんかよく言うよね、同人誌も若い頃はよく買ったけどとかいう人はいる。確かにもうそこでの充実感は必要ないっていうのは年のせいかもしれないです。その中高生の頃とかって無駄に魔法の名前とか全部覚えたりなんかあのガンダムとかでもなんか設定いちいちいち覚えたりしてましたけど、知識としてそれを収集するのが単純に楽しかったっていうのがありますけど。ああ楽しいんだ。今はもうそれよりも全体の流れの文脈みたいっていうのが強いんで、まあそれは老化でしょうなあ、でも俺と同い年でも詳しいやついるしな。ああそんな難しいキャラクター名覚えられるよねっていう。でもそれはもう年を取った皆さんの興味の対象の細分化でしかないかな。やっぱね、年取るごとに多様化していくじゃないですか。はい。収集に思考っていうのは。中高生の頃はそんなものを知らないから。いや、でも、未だにっていうか、年取っても、本当にそこの、そういうことしかできない人もいますよね。なんかあのずっとアニメートでしかバイトできないような人っていうかまあでもそこまでいくとオタクだ、オタクじゃオタクじゃないかじゃなくて社会不適合だけって感じもするのでそれはもう単純に一人の社会人として世界し狭すぎだろうっていう、オタクであろうがなかろうがそろそろ長く喋ってきましたんで。そうですね。まあね、結論なんか特に出ないですよ、正直なところ、はい、こんなものは。はい。だからなので、まあ決定づけるとするならば今回の話で、はい、まあ、とりあえず二次元で妄想、エロい妄想してるやつはオタクです。間違いない。それは間違いない。それはそこはもう間違いないですね。はい、あと何がありましたっけ。暑苦しく紹介してくるやつはオタク。私の存在を示す言葉が欲しい。なんか、一般人。一般人っていうか、私は、ある程度オタクのものも好きだし、サブカルチャーのものも好きだし、オタクの人が好き。あー、じゃあ、レジャーオタク。
リジャーレタクです。じゃあ、この言葉が流行るといい。流行るといいですね、レタク。レタク。だから、アコヤさんもレタクですよ、それは。レタクで、でも一緒でされるのもな。え、さらにもっと浅い方ってこと？あくまで、そういう文化を楽しみたいっていう目的だけの人。ああ、ちょっと参加できる。そうそう、まあ、そっか。なんかそこのさらに、なんかこう、学術的じゃないけど、なんかこう、突き詰めて、アカデミックな言葉で表現したいってことね。っていうのが、オタク。じゃあ、オタクの、ぬるおたとか、ね、ぬるおた、ぬるおたっていうのが、まあ、それに位置するんでしょうけど、ぬるいっていう言葉が、すでにその時点で叫んでいるので、ああ。オタクから見て、ぬるいからぬるおたでしょ？それを自分で言うってことは自虐なわけじゃないですか。じゃない、変わる言葉としては、なんやろね。なんやろ。そっか、誇りはあるんですね。誇りというか、そこを自虐する必要がないってことですよね。ない。うん、別に好きなだけでもいいじゃん。なんか、どうせ俺オタクだからねっていうのではなく。うん。いや、普通に楽しんでますよ、と。ああ。軽く楽しんでますよ、っていう。はい。そっか、私の場合は、ぬるおたですから、みたいな感じで、全然構わない。僕はそのぬるおたを自称するのはちょっと嫌なんですよね。ああ。誇りがない。いや、うん、まあ、うん、誇りがない。いや、ぬるいと、ぬるいって、いや、あんたから見たらぬるいかもしれんけど、俺十分面白いですよ。ああ、なるほど。死んでますよ、みたいな。あ、私は、知らない。適当。でも好きでしょ？なんか私は一時的なブームですぐ飽きちゃうから。でもね、思ったんですけど、それって単純にファンです。うん。ファン。あそういう作品が好きなファン。そういう意味だと本当になんかオタクってアニメとかゲームとかそういう文化にしか使われないよね。まあね。なんかアーティ、ミュージック、音楽、歌を歌うアーティストとかを追っかけてる人は、まあオタクっても言う人はいるだろうけど。でもミュージシャンオタクってあんま言わないですからね。言わないですよね。ファンっていう言い方ですよね。何々好きとか。あんまりオタクってやっぱり今となってはオタクはやっぱりアニメとかゲームが好きな人を指してる。まあイメージするのはそこでしょうね。まあまあなんか結論になってたのにまだちょっと長くなっちゃいましたけどね。まあまあおのこれはねもう一生問題ですよ。解決しない問題ですよ。そうですね。そこをね、もう突き詰めていく人がいるならば、いつの時代かまた、新たな階層ができることでしょう。はい。なんならば、これを聞いている皆様の周りでも、なんだろうっていう、おのおのね。そうですね。おのおのの定義とか結論をまた教えていただければいいんじゃないかな。したいですね。なんかね、もやもやするんだけど。それは、アコヤさんが自分の立場を表現するのには何だってことでもやもやするんですか？考えちゃってるのかな？なんか、羨ましいなと思って。なんか羨ましいなってのがよくわからなくて。その羨ましさっていうのは何に対する羨ましさ？多分、なんかほら、話がこう、合うじゃないですか。オタク同士って。ああ、うん。でも、アコヤさんだって自分の好きなものを共有できる人がいたらそれは楽しいでしょ？その、共有するものが違うだけであって。うん。でもあんまりない。まあ、その絶対数が、世間におけるオタクと呼ばれている人の絶対数が多いから、まあ、ネット上とかを介して、共感を得やすいから。うん、うん、うん。多分、アコヤさんが好きなものはちょっとわかんないですけど、何が好きなんですか？何かまあ共有したい何かがあったとした場合、まあ同志が少ないから見つけにくいっていう。あ、でも最近はまあツイッターとかで結構白沢すずとか戸川純が好きとかいうので検索できるかな。宮村優子とかね。そっか。共通認識を持つまでのステップが結構長いんじゃないですか、そういうのって。まず調べる、自分から自ら進んで調べに行かなくちゃいけないし。
だから、まあ、そこが羨ましさにつながるのかなって感じはするんですけど。なるほど、なるほど。それは単純に人口の多さでしかないかなって思うんで。そう、なんか楽しそう。でもね、やっぱりね、そこは興味がなければ混じれないですね。ああ、そこはやっぱり興味の度合いでしかないので。じゃあ私の結論は、オタクの人たちは、楽しそう。じゃあオタクの人たちは、楽しそうっていうことで、今回は終わりにしましょうかね。はい、じゃあ、お送りしたのは、沢田信也と、アコヤと、スーさんでした。はい、長々とありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。